ようこそ、エナシップ TV へ、世界で一番脱炭素に熱い男、雄大です。今日はこのニュースに参りたいというふうに思います。日本が叩き出した世界最高変換効率、曲がる太陽光パネルで実現。これからですね、日本は再エネを増やしていかないといけないというのはもう明らかですよね。で、政府がこれから注力していくといった再エネメニューが繰り返しになりますが、洋上風力、太陽光、地熱、この3つとなっていますが、そのうちちょっと苦戦しそうなのが太陽光。なんといっても太陽光パネル、世界にシェアを奪われてしまっていますが、こちらについては次世代太陽電池を開発し、そこでシェア再拡大を目指すという絵図、これをですね、政府として描いてきています。さて、この次世代太陽電池といえば、ヌル電池と言われるペロブスカイトは、パナソニックや東芝が開発をしているところですが、もちろんですね、それ以外にもあるんですよ。それがですね、今日取り上げる CIS 電池。この電池でですね、なんと日本において、軽量カテゴリーで世界最高となる、光電変換効率をですね、達成したというニュース。こちらがですね、飛び込んできました。達成したのは、産業技術総合研究所。まあ、通称ですね、産総研と、そしてですね、トヨタ未来創生センター。またトヨタというところ、まあ思われた方もいらっしゃるかもしれません。いやー、太陽電池もやっているんだなというところとですね、これ、車の上とかにも貼り付けることを想定しているんじゃないかともちょっと思っています。プリウスのですね、PHV のラインナップには実際にですね、車のルーフの上に太陽光パネルが乗っているものもありますので、しかもですね、この電池、変換効率の良さだけでなく、太陽電池の幅をですね、広げるある特性もあるんです。今日はですね、そのあたり解説していきたいというふうに思います。ということで今日は1、CIS 太陽電池って何というところをまず解説し、2、今回開発された産総研とトヨタの太陽電池、ここを解説した上で、3、今後の展望、こちらですね、見ていきたいというふうに思います。それでは参りましょう。1、CIS 太陽電池って何からいきたいというふうに思います。こちらですね、CIS 太陽電池を手掛けるソーラーフロンティア社を一連ですね、ご説明させていただければというふうに思います。CIS といっても太陽電池なので、とりあえずですね、まあ、とりあえずですよ。太陽光パネルをイメージしてもらえればというふうに思います。でですね、CIS とは何かというと、原材料の頭文字を取っています。C がコッパー、つまり銅、I がインジウム、S がセレンというですね、いずれも元素の名前です。これらですね、3つの物質を CIS 系のですね、太陽電池では合金にして半導体を形成するという工程を踏まえるので、まあ、このような名前となっています。さて、この CIS 太陽電池、実発電量が多いという特徴があります。実発電量と思われた方へいらっしゃるかもしれませんが、こちらはですね、太陽光発電システムが実際に発電する量のことです。要はカタログ値とかでなく実際にどれくらい出るのかっていうことですね。で、今回もですね、世界最高効率というところを取り上げていますし、太陽電池だとですね、よく耳にする変換効率というのは、実はですね、一定の条件下での太陽電池モジュールの性能のことでして、日本でですね、この条件と同じ状態になるのは、1年間にですね、わずか2から3時間程度とされています。要は理論値なんですね。そしてですね、通常の晴天時でも、太陽から届くエネルギー量はですね、この条件の6から8割程度。またですね、直射日光を浴びた太陽電池モジュールは、温度が上昇し、まあ、条件でですね、設定されている25度をですね、上回ることが大半なんですね。そうなると、まあ、当然ですね、発電量落ちます。ここに関してですね、CIS は3つの理由でですね、実発電量が結果多くなるとされています。まずですね、その理由、1つ目なんですけれども、高温時の出力ロスが少ないというのが挙げられます。今ですね、直射日光を浴びるという話をしましたが、例えばですね、真夏の晴天時、屋根の上の太陽電池モジュールは約ですね、60から80度に達します。この時ですね、出力ロスが発生する形となります。一方ですね、 CIS 太陽電池、もちろんですね、温度が高すぎると CIS も出力ロスは出るのですが、結晶シリコン系に比べてですね、温度係数が小さいんですね。このためですね、このグラフのように高温時の出力ロスを、まあ、小さく抑えられます。続いての理由がですね、部分的な影の影響が少ないという点です。一般的にですね、太陽電池モジュールの一部に影ができると、モジュールの中に発電しないセルが発生します。結晶シリコン系の場合はですね、影がかかると、まあ、この図のような仕組みでですね、モジュール全体の出力がまあ大きく低下するとされています。そう、影というのがですね、厄介なんですよ。全体が真っ暗になるとか言うんではなくてですね、
かかると、もうそれだけでかけて厄介なんですね。で、しかもですね、太陽光パネルは1枚でということはほぼないので、モジュールをですね、いくつか直列で繋ぐという編成を組みます。まあ、直列ということはすなわちですね、1枚のモジュールのですね、出力が落ちると、そこがボトルネックとなるので、他のですね、モジュールで発生した電気もその分流れなくなります。太陽光システム全体のですね、発電量が、まあ、下がる要因になるんですね。もちろんですね、影のかかり方もポイントです。ソーラーパートナーズの記事によれば、このようにですね、1枚だけ、まあ、モジュールのですね、1枚だけ影がかかった場合の出力低下は、システム全体で 4% 程度であるものの、例えばですね、このようにですね、回路にまたがって影が横断的にかかった場合、それがですね、一部であったとしてもですね、54% もですね、出力が低下するという報告が出ています。となるとですね、そもそも影がかかった場合のモジュールの出力低下が抑えられれば、システム全体で影に強くなりますよね。そこで CIS 太陽電池。CIS 太陽電池は、このような仕組みでですね、影による出力低下は一部に留められ、モジュール全体への影響が少なく設計されています。これによってですね、先ほどのようなですね、太陽光もモジュールいくつか直列繋いだシステム全体の波及も当然少なくなるわけです。そしてですね、実発電量が上がる理由その3がですね、太陽光に当てると実際の出力アップするという特性。長らく CIS 太陽電池に取り組んできたソーラーフロンティアの試験結果によれば、このようにですね、CIS 太陽電池は太陽光に当たると初期値に対して出力が上がるという性質がですね、暴露試験のですね、結果で得られています。というですね、まあ、3つの理由から実発電量が多い格好となっている電池、それがですね、CIS 太陽電池です。ちなみにですね、CIS 太陽電池、もう一つの特性として薄型にできるというのがあります。これどっちどっち聞いてきます。結晶シリコン系太陽電池の厚さがですね、約ですね、200から300マイクロメートルであるのに対し、CIS 太陽電池は約2から3マイクロメートル、約ですね、100分の1の薄さなんです。さて、こうしたですね、特性をご理解いただくと、薄いし、実発電量多いし、いいじゃんとなりますよね。そうなんですよ。結構いいんです、CIS。そしてですね、変換効率についても、一律に変換効率が高いと言っても、同じ変換効率叩き出してるならですね、CIS 太陽電池の方が実発電量多いというところ、ここをですね、特性としてご理解いただけたかというふうに思います。そしてですね、そうなると、変換効率そのものが CIS で上がったら一番いいじゃんとなりますよね。ということで参りましょう。2、今回開発された三相研とトヨタの太陽電池、ここの解説です。今回三相研とトヨタが開発した CIS 電池、叩き出したのはですね、変換効率 18.6% です。この数字、ただ実はですね、CIS というカテゴリーだけでは世界最高ではありません。CIS 系太陽電池モジュールはすでにですね、国内外で 19% 以上の変換効率が達成され、また最近世界中でですね、研究開発が活発な有機無機ハイブリッドペロブスカイト太陽電池モジュールでも 18% 前後のですね、効率が報告をされています。え、あれ?世界最高じゃないの?と思われた方、ご安心ください。三相研によれば、こうしてこれまで出てきた高い変換効率のもの CIS ですね。これはあくまでガラス基板による性能です。先ほど CIS 太陽電池、薄くできるのが特徴という話をしました。薄くできるなら、フィルム状にできないか、こう思いません?フィルム状にできたら、曲げたりできるし、汎用性が広がる。そう、まさにそこなんです。でですね、これまでの CIS 太陽電池、薄いは薄いんですが、先ほど申し上げた通り、ガラス基板を用いているわけです。となると、これですね、フィルムに比べて重さも出てきますし、何より割れるんですね。太陽光パネルは上に乗ったらダメというのはですね、このガラス基板を用いているからというのがその理由になります。これがですね、ボトルネックになっているなら、ここをフィルム状にして軽量化できないかという問題意識、これがですね、出てくるわけです。しかもですね、そもそも CIS は薄型にできるからなおさらです。そう、CIS の特徴を生かした形での、軽くて、かつ、曲げたりできる基板を用いた、高性能 CIS 系太陽光電池モジュールの開発は、太陽光発電の広範な普及の鍵としてですね、期待されてきたわけです。で、今回それをですね、世界最高効率でやっちゃったのが、三相研とトヨタ。そう、日本勢がやっちゃいました今回。そう、このですね、ブレイクスルー、ちょっとマニアックですが、簡単にご説明したいというふうに思います。従来のガラス基板と比べてですね、フィルム基板上に、高性能な CIS 系太陽電池を形成するのは困難とされてきた理由、それはですね、フィルム基板上とガラス基板上における太陽電池形成プロセスの違いが理由なんです。ガラス基板を用いた CIS 系太陽電池はですね、高性能化しようとすると、ガラス基板から光吸収層に拡散し添加されるアルカリ金属が必要なんですが、
フィルム基板の場合、何が起きるかというと、アルカリ金属を含まないフィルム基板では、このですね、拡散点火が期待できなくなってしまうんですね。なので、フィルム基板で高性能化しようとすると、ガラス基板上とは異なるアルカリ金属点火制御技術が必要になると、まあ、イノベーションが必要だったわけです。で、今回、産総研とトヨタが達成したのが、この部分のイノベーション。この両者、CIS 系太陽電池の作成に必要なアルカリ金属の点火制御技術の改良と、光吸収層である多結晶 CIS 系薄膜、およびですね、その表面、海面の品質を向上させる取り組みを推進してきたんです。そしてですね、それを達成。もうですね、ここの説明ですね、超マニアックなので、この部分の説明はですね、そのままですね、ご覧いただこうというふうに思います。引用した形で皆様にお見せしようと思います。この形です。でですね、まあ、簡単に申し上げると、すでに特許を取った手法などを駆使しながら、高性能化に必要なアルカリ金属点火制御技術の改良を達成。これで CIS の特性を生かした軽量、薄さを生かしたフィルム状の太陽電池なのに、高性能というですね、この両方を実現したわけです。フィルム状ですからね。これで湾曲させたり、いろいろ加工が可能になるわけです。しかも CIS ですから、温度上昇にも強く、影にも強い。これをですね、イノベーションと言わずして、何をイノベーションと言うんだろうかというところです。やっぱですね、日本の技術力、すげえっていうところです。さて、となると、気になる今後ですよね。ということで見ていきましょう。3、今後の展望。こちらですね、変換効率はいいのですが、それはあくまで太陽電池が受ける光エネルギーをどうエネルギーに転換できるかの数値。この他に実際にですね、太陽電池としての出力を高めていくためには、太陽電池の電流電圧特性の良さの指標である曲線因子という数値、こちらが重要なんですが、実はですね、まだこの太陽電池、この曲線因子は 72% 高くない状況であり、ここのですね、改善が目下課題です。で、まあ、そちらについてはですね、産総研もこれからそこの改善を目指すとしています。あとはコスト。産総研曰く、2022年目標で製造コスト35円パーワット以下というのが設定されているとのことであり、まずはここを目指すとされていますが、実際ですね、この製造コストに加えて、大面積化した時にコストがどうなるか、耐久性の観点からランニングコストがどれくらいかかるのかというところも、まあ、実際ですね、製品化していく上では通らないといけないところになります。なのでですね、コストはちょっともうちょっと先のところかなというふうに思います。まあ、こうしたですね、課題はあるものの、今回開発された電池は CIS。CIS は実はですね、脱炭素時代においてこそ、生きる強みがあるんです。CIS 太陽電池のですね、構成成分は CIS の頭文字となった銅、インジウム、セレンのほか、ガリウム、硫黄、モリブデン、亜鉛とされていますが、これらのうち銅、亜鉛はベースメタルと呼ばれる金属で潤沢。希少金属と呼ばれているインジウム、ガリウムも使用しますが、必要量は微量で供給不足の心配はないとされています。つまりですね、これからのグリーン時代にレアアース、レアメタル、ここの論点は抑えないといけない論点になりますが、 CIS についてはそこの懸念が少ないというですね、優れた特性があり、資源のない日本としてはですね、この論点は非常に大きいです。さらにこれは CIS 一般の特徴ですが、CIS は結晶シリコン系太陽電池とは異なる技術で作られており、製造工程がシンプルとされているんですね。で、製造時に使うエネルギーが少ない点も特徴。製造時に投入されるエネルギー量を太陽電池自身の発電量で回収する期間をですね、表す EPT、エネルギーペイバックタイムというのがあるんですが、こちらにおいても他の太陽電池と比べ短くなっているという特徴もあります。なので、これからのですね、脱炭素時代において、製造時のエネルギー消費が少ないというのも利点。かつ、太陽電池については、環境汚染の論点もたびたび指摘されていますが、CIS は環境負荷が大きいカドミウムの使用はなし。と、これからですね、脱炭素時代に意識をしないといけない論点がしっかり抑えられている太陽電池になります。そして、ここで思い出していただきたいのが、開発元にトヨタが入っているということ。今回のプレスリリースにおいても、開発の発端にはこのように書かれています。もうですね、2005年から車に応用できないかトヨタ取り組んできたわけですね。で、車両の重量を軽くするということも死活的に大事だったと。で、かつ、車だと曲線が多いですから、こういう感じですね。フィルム状であることが必要になる。今回のですよ、この CIS 太陽電池、こちらがですね、先ほど挙げた課題を乗り越えた先には、このフィルムで覆われた車、これがですね、開発されているかもしれません。車を止めてる間に、最高変換効率で充電しまくる EV。そんな未来をですね、トヨタは描いているのかなというふうにも思います。いずれにしてもですね、先日の人工光合成に引き続きトヨタ、
脱炭素軸で幅広く種をまき、そしてですね、それが脱炭素時代の到来に開花し始めている、それを感じさせるニュースですね。ということで今日はですね、この一言でまとめたいというふうに思います。曲がる太陽電池 CIS という3文字をぜひご記憶に。はい、今日はですね、ちょっとですね、まあ、技術革新というところですね、優れた技術、これをですね、日本の技術ご紹介させていただきました。参考になったなという方、面白かったという方ですね、ぜひチャンネル登録をしていただければというふうに思いますし、それからですね、高評価もいただきたい、それからですね、ぜひ通知もオンにしていただければというふうに思います。まあですね、こういうですね、日本の技術高いぞという系のニュースですね、これからもですね、たくさん続くこと望みたいですね。それではさよなら、しよつ、また次回。